はいどうも皆さんこんにちは G3 です。本日も心霊動画、限られた情報下でナレーションをしたらあんまり怖くねえんじゃねえかを検証していきたいと思います。本日も心霊ナレーション研究家 OMG さんをお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。このシリーズ G3 さんがめっちゃ気に入ってるんだけど、こっちとしてはもう探り探り言うなということこちらホンジュラス共和国のウニベルシタリオ大学病院。お言えたここで一人の医師が亡くなったということで、あのさ、もう出てるよねこれね。え、どこ？え、もうどこ、あのさ、ほらほらもう出とるやんけ、もうあのさあのさだから40秒しかないからって言ったじゃない。そこをキュキュッとまとめて、キュッとまとめて、あのさホンジュラス共和国のウニベルシタリオ大学病院の時点でもう出てたよ早いよあのさあるそんなんこれチョイスミスでしょ動画のこのホンジュラスのウニベルで選んだでしょこれ早いよ。いやもう一回言いましょうか、例が出る前にこのホンジュラス共和国のウニベルシタリオ大学病院を言い切って、いや無理だよこちらホンジュラス共和国のウニベルシタリオ大学病院、一人の医師が亡くなったということなんですが、何か、お、奥に何か人影が、あ、こっち見てる、あ、怖い怖い怖い、あ、こっち見てる、こっち来るんかーい、来てないですよ来てないですよ、来なかった。でも言えたじゃないですか、ホンジュラス共和国、もうそっちに気を取られちゃったよねじゃあ次はホンジュラス共和国ウニベルシタリオ大学病院の一人の医師が亡くなって夜の夜勤をしてたら夜の通路がライト点滅してたので怖かったので映像を撮りましたっていうぐらいが間に合うレベルでお願いします。あのさこちらホンジュラス共和国のウニベルシタリオ大学病院、一人の医師が亡くなって点滅し始めた。あ、出ちゃった。くそー。こちらホンジュラス共和国のウニベルシタリオ大学病院、一人の死が亡くなって点滅し始めた廊下の。本日も動画ご視聴ありがとうございます。次回もこのチャンネルでこの心霊動画、ご期待ください。チャンネル登録、いいねの評価ボタン、よろしくお願いいたします。